け。そうですね、はい、コロナ期間中でも LINE グループとかで金谷さんが呼びかけて、うん、Zoom で会議してみんなでそのサッカーに対する意識を高めてたんで、かなりサッカーがしたいという気持ちは高まってた分、今みんなちょっとそれを爆発させて今日もちょっと熱い練習ができたんじゃないかなと思ってるんですけど、まだまだちょっとコンディション的には全然上がってきてないんで、8月に向けて、まあ、トーナメント戦におそらくなっていくと思うので、一発勝負でしっかり、上のカテゴリーに上がれるようにしていきたいなと思ってます。スタート。再開できたっていうところは一つ、まあ、前に進んだかなというふうに思うんですけど、まあ、一方でまあ、僕らサッカーだけじゃなくて、仕事、あと家庭でもきちっとこうパフォーマンス発揮するっていう、活躍するっていうところでいくと、まあ、果たしてじゃあ再開することが一ついいのかどうかっていうそのタイミングも含めて、まあ、すごいいろいろ悩んだんですけど、まあ、その中で最低限、まあ、リスクを少しでも軽減した中でちょっとやっていこうかというところで、まあ、再開をしました。まあ、これが本当に正解かどうかっていうところはなかなか難しい判断だと思うんですけども、まあ、自分たちがやるっていう覚悟を持って、でその分ちゃんと仕事家庭には迷惑かけないっていうところで、まあ、やれてればなというふうに思ってます。やっぱりコロナで地域が非常に傷ついたり疲弊したりしてるっていう現状を、まあ、自分たちが生活しててまた仕事をしてて感じることも多くて、でもやっぱりスポーツサッカー特にサッカーには非常に地域にとってやっぱり感動を与えて、またいろんな意味でサッカー通じてサッカーを超えて力になれることが本当にたくさんあるなと思いまして、そのことをやっぱりSR のみんなと真剣にコロナのことをきっかけにみんなで話し合いながら、どんなことが自分たちにできるんだろう、それは手探りなまた状態なんですけども、これからまたみんなといろんな話をしながらアイデアを出し合いながら、そうですね、メンバーもやっぱりボール久々に蹴って生き生きしてますし、まあ、なかなかやれる練習内容の範囲も限られてますけど、まあ、ようやく再開できた、まあ、戻ってこれたなっていうのはやっぱりありますね。まあ、その中で今後8月23日に公式戦が一応スタートする予定ではいるんですけれども、まあこのコロナがあったとかそういう言い訳なしに、やっぱり限られたその中で、自分たちが最大限のパフォーマンスを発揮するための努力をこれからやっぱり積み上げていきたいですし、しっかり結果に対しても責任をみんなが持ちながら、そのための
準備っていうのをこの限られた時間の中で積み重ねていきたいと思います。